トゥインクル西沢株式会社西沢本店は長崎県佐世保市に本社を置く企業をグループ企業に4が町商店街アーケードに面した百貨店トゥインクル西沢店内で前払い式特定取引業を営む有限会社西沢ショッピングともの会を持つ本項目では前述のグループ企業についても説明するなお 本店から約100メートル北方の同じ温度、町商店街アーケードに面して、ファッション専門店、アルバを営業している全く同名の株式会社、西沢本店とは、資本及び人的関係は、全くない。ただし、どちらもそのルーツを、滋賀県に持ち、いわゆる、大見商人の流れに属するという共通点を持つ。1830年。 滋賀県愛知軍大戦村にて、同県の特産品たる朝織物の卸業を創業。その後、佐世保に軍港が設置されるのを機に、1903年、長崎県佐世保市天馬町にて、五福店を開業した。その後、上行町へも出店し、1936年に、法人化。順調な発展を続けるが、第二次世界大戦の折には、 選挙区の緊迫化に伴い従業員の応召や、戦災による店舗の消失のため、一時休業をやむなきに至った。戦後、上行町へ新たに店舗を構え、営業を再開。1968年には、本島町に、現西沢本島ビルが竣工西沢ショッピングセンターとして営業を拡大する。 1996年に、ドービルの全館改装を行い、トゥインクル西沢として、リニューアルオープンさせた。以降、佐世保の地で、ファッション、宝飾品をメインに、小売事業を展開する傍ら、不動産開発事業、クレジットカード事業など、多角的な事業運営を行っている。2010年には、西沢本店グループ15社を合併し、株式会社、西沢本店を、 存続会社とした。また、2017年に、小売事業のみを、分離独立し、株式会社トゥインクル西沢に、百貨店の経営を担わせ、西沢本店は、グループ管理、不動産業に専念していたが、2019年6月に、組織の再編を行い事業を再度株式会社、西沢本店へ集約させるとともに、 株式会社トゥインクル西沢を吸収合併し、事業の効率化とスピードアップに努めている。百貨店トゥインクル西沢内で西沢友の会を運営するグループ企業株式会社西沢本店の子会社1965年に有限会社ゴールデンストアとして設立し1985年2月に有限会社 西沢ショッピングともの会へ、社名変更して、現在に至る。1996年10月、旧西沢ショッピングセンターを全館改装し、リニューアルオープンした、百貨店。日本百貨店協会には加盟していない。百貨店業、クレジットカード事業を担う。店舗の情報、フロアガイドについては、ホームページを参照。トゥインクル西沢佐世保四が、 町商店街のファッションビル。twinkl.com e n com。2019年2月8日閲覧。前払い式取引。www.meti.go.jp。2019年2月8日閲覧。佐世保商工会議所。佐世保商工会議所30年史株式会社、高文社佐世保商工会議所。 佐世保商工会議所40年市。玉坂井社佐世保商工会議所。佐世保商工会議所50年市。株式会社、高文社佐世保商工会議所。佐世保商工会議所70年市。港印刷株式会社、日本百貨店協会、友の会。w w w d e p a r t o r j p 2019年2月8日閲覧。ありがとうございます。